国王イシュトバーンは、ハンガリーのロックオペラ。また、それを撮影した映画作品。映画のサウンドトラックアルバムのこと。ハンガリー語の現代を、畜語分けすると、エストボン、イフ、N イコールイシュトバーン、A イコール定冠詞、キーラリー、キール、J イコール O であり、O、イシュトバーンの意である。作曲は、セレーニ・レベンテ、作詞は、ブローディアーノ種で、 ハンガリー王国の初代国王イストバーンミッセイの国王即位の史実を描いた作品。あらすじは、エズラダ・フォージューロ、ザード・フォージューロというボルディジャール・ミクローシュの戯曲に基づいており、ボルディジャールは本作の脚本の共同執筆者でもある。本作は1983年、ブダペスト市内のバーローシュリゲットにある雪ぞりの遊び場となっている公撮影に際して、 王が、丘と臨時に命名し、そこを野外劇場に見立てて、映画撮影のために初演され、1984年には、コルタイガーボール監督による映画が公開された。その後この無名の丘は、王が、丘として定着した。映画の公開と同時にサウンドトラックが、LP のアルバムとして発売され、ハンガリー国内で大ヒットを記録、今日でも、ハンガリーや、 周辺国のハンガリー系住民の間でその人気を保っている。本作のあらすじは史実に基づいている。10世紀後半、キリスト教授要以前のマジャル人の大主張、ゲーザ公は、キリスト教国を建国しないとマジャル人に未来はないと、悟る。ゲーザは、カトリックの宣教師を招き、息子、バイクに洗礼を授けさせ、イシュトバーンという礼名を与え、キリスト教徒として育てる。 ゲーザは自分の死後、文明世界の習慣にのっとり、イシュトバーンに大主長の座を継承させようとしていた。しかしこれは、一族の中の最年長の男性が後継者になるという、古くからのマジャル人の慣習に反していた。その慣習に従えば、一族の中の最年長者の諸文字地方の領主、コッパーニが後継者となるはずであった。ゲーザの死後、 コッパーニュはイシュトバーンに対し反乱を起こすが敗北し、戦死する。キリスト教を受容しようとしない者たちのさらなる反乱を防ぐため、コッパーニュの遺体は四つに裂かれ、見せしめとして城壁の上にさらされた。1000年12月24日、または1 0 1年1月1日、ないし1 0 1年8月24日に、イシトバーンは、時のローマ教皇から送られた王冠により、退冠式を行い、 ハンガリー王国の初代国王となった。カッコ内は、その場面で演奏される、劇中歌のタイトル。一人の歌手が良い国の指導者について歌い、君なら誰を選ぶと問いかける。大主張、ゲーザ公は、ハンガリーにカトリックの宣教師たちを招く。また、西欧諸国との関係を強化するため、ゲーザは、息子、イシュトバーンを、バイエルン公の娘ギゼラと結婚させる。 日和リ主義者のマジャル人の貴族、シュール、ショルとベシェの三人が人間の儚さについて語り合う。人は誰でもより有望と思える側につくもので理念は重要ではないと歌う。コッパーニュの娘、レイカはキリスト教に改修し新しい神に祈っていた。コッパーニュの従者ラボルツはレイカに対し外来の神は必要ない自分の父を信用しろという。 ゲーザが死に国はもに服す。イシュトバーンはゲーザの棺の前でマジャル人のために良い主張になることを誓うが、自分こそがゲーザの正当な後継者であると主張するコッパーニュに戦いを挑まれる。イシュトバーンとコッパーニュはそれぞれの支持者たちに囲まれ、看国の呼び声を浴びる。霊カとギゼラ、そして司祭たち、民衆は悲しみに浸って平和を祈る。 歌手たちがイシュトバーンを称える歌を歌うが、ゲーザー時代の過去の栄光についても歌う。ラボルツはコッパーニュの名城として、シャロルトの下にやってきて、コッパーニュとの婚姻を提案する。コッパーニュは、ゲーザーの未亡人と結婚することにより、ゲーザの後継者として受け入れられることを望んでいたので、ある。しかし、シャロルトはそれを拒絶、ひどい提案をしたとして、 ラボルツは即座に処刑される。マジャール人の貴族3人が、イシュトバーンの前でコッパーニュを文明化されていない愚か者と馬鹿にするが、イシュトバーンは3人の日より未主義的な態度に嫌悪を抱き、彼らを追い払う。イシュトバーンは自分の置かれた状況に心を引き裂かれる。自分の信念と一族への忠誠心から、イシュトバーンはコッパーニュと戦うことはできないと考えるが、 もはや戦い以外に道はないようにも思えた。母シャルルトはイシュトバーンにもっと狡猾になるよう、忠告し、戦いに備えるよう悟す。自分たちの子供を持ちたいと望むコーギゼラは、政治には、飽き飽きしたと述べ、イシュトバーンに不満を抱く。一方、ドイツの騎士、ベゼリンは、なかなか戦いが始まらないことが不満であった。圧倒的支持をもって、イシュトバーンは、 マジャール人の新しい大主張に選ばれ、人々はイシュトバーンを新たな、主として称える。祝宴の後、イシュトバーンは一人で離れたところに赴く。大主張に選ばれたものの、イシュトバーンは悲しみを抱いて腹もくびれず、神に祈ってどうすべきかを問いかける。イシュトバーンに密かに思いを寄せる霊下は、その様子を、影から見守る。イシュトバーンが、自分の父の敵であるために、霊下は、 自分の思いを隠し続けなければならなかった。コッパーニュは自分の支持者を呼び集め、輝かしい未来を約束し、戦いに備えさせる。コッパーニュの下に集まった人々はその呼びかけに熱狂的に応える。コッパーニュは野営テント内に自分の若く美しい妾たちと雑す。彼女らはコッパーニュを優れた夫、恋人として激唱する。 その時三人の日和り見主義的な貴族が、今度は、コッパーニュの前に現れる。三人の貴族はイシュトバーンを暗殺する、様々な方法を提案するが、コッパーニュは彼らを追い払う。コッパーニュは、正々堂々と名誉を持って戦うことを望んでいた。コッパーニュは、シャーマンのトルダと支持者たちに、イシュトバーンとその軍勢に面と向かって退治することを誓う。トルダは、 コッパーニュの勝利を異教の神々に祈り、生贄を捧げる。霊華は父が死ぬという悪夢を見る。霊華はコッパーニュに争いを求めないよう哀願する。イシュトバーンはコッパーニュに対しローマ教会に従うならば大主張の座を明け渡すと申し出るが、コッパーニュのキリスト教の司祭に対する権悪や国を勝ち取ろうとする決心は強く、今や平和を求めるには、 遅すぎると伝える。トルダは、コッパーニュと彼の軍勢に、戦いの象徴である、血塗られた剣を与える。トルダは、コッパーニュが勝利すれば、ハンガリーの地に輝かしい未来が訪れると予言する。各して、戦いが開始され、イシュトバーン側の勝利で終わる。コッパーニュは戦死し、彼の軍勢は敗北する。歌手が戦死者を悼む。イシュトバーンの支持者たちは、 彼の宮殿で縮小の縁を開く。彼らは皆、イシュトバーンに褒美を求める。最後に、霊カが現れ、イシュトバーンに父の意外を引き渡すよう求める。イシュトバーンは、霊カの悲しみと美しさに心を打たれるが、シャロルトが乱暴に、霊カを追い払う。シャロルトは、さらなる反乱を防ぐため、見せしめとして、コッパーニュの遺体を四つに裂くよう命じる。 イシュトバーンはこのことで心を痛め、一人になることを望む。イシュトバーンは神に必死で祈る。イシュトバーンは最終的に母の決定に従う。コッパーニュの意外は四つに裂かれる。ついにイシュトバーンはハンガリー王国の王となる。映画、国王イシュトバーンが公開されたのが1984年であり、公開当初から、構成、登場人物がロックオペラ、 ジーザス・クライスト・スーパースターと告示していることが指摘されていた。ブローディは国王・イシュトバーンがジーザス・クライスト・スーパースターのパロディであることは否定しているが当初の予定では映画の最初に、そしてその1000年後、とテロップを入れることも考えていたとインタビューに答えている。ジーザス・クライスト・スーパースターと国王・イシュトバーンに共通しているのは正義と悪の対立ではない。 二つの正しい者同士が対立するという悲劇を扱っている。イスカリオテのユダとイエス・キリスト、コッパーニュとイシュトバーン。1956年、ハンガリードーランのナジムレ首相とカーダールヤーの主。どちらも正しい。歴史の流れの中で正しい者同士が殺し合わなければならないという悲劇である。コッパーニュやナジムレは民衆、民族、伝統の立場に立つ。 これは倫理的に正しい。しかしその道は民族を破滅に導いてしまう。その時代状況においては全ての道はローマに通じていたからである。イシュトバーン、カーダールヤーノ氏は民衆、民族の生命を守るために自らの敵であるドイツ騎士団とソ連軍の助けを乞い自民族を虐殺しなければならなくなる。しかしそうすることにより民族は救われる。 民族派となったナジムレ首相を鎮圧し、処刑したカーダールヤーノ氏は、本作発表時、まだ権力の座にあったが、当時のハンガリーは、このような問題作を制作し、公開することが可能だった。しかし、イシュトバーンのキャラクター像が、資料深さを持ちながらも、自分の使命を果たす人物として描かれている点は、同じく支配体制にとっての、 使命を果たしたカーダールを案に擁護しているとも解釈できる。イシュトバーンの敵対者コッパーにも誇り高く、正直な人物として描かれている反面、時代遅れで国にとって何が最も必要なのかを理解していない人物という設定である。このような偶話的解釈によれば、劇中のハンガリーとローマ教皇との関係は、本作発表時のハンガリーとソビエト連邦との関係の比喩であり、 ドイツの騎士やキリスト教の司祭たちは、ハンガリーに駐留するソビエト軍の比喩であると捉えることができる。これは先に述べたように二つの正義の衝突、葛藤であるのだが、公開当時の一般の受け止め方は、正義のコッパーニュと裏切り者のイシットバーンというものだった。この見方に関しては、ブローディ自身は表面的だとして不満を感じていたと述べている。 一方本作を国や宗教に対する公然の反逆という大胆な主題を演劇界の主流に持ち込んだ反動的な作品とみなすことも可能である。特にハンガリーの周辺諸国のハンガリー系住民の間では本作はハンガリーに対する貴族意識、愛国心を表現した作品とみなされており、それは劇中演奏される最後の曲の歌詞の最終行。 美しきハンガリー、我らの麗しき故郷という一節で明白に表されていると考えられている。最後のシーンでは会場を囲む三色旗の色の幕が映し出され多くの干渉者は涙することになった。それはハンガリーは数軸国に属していたため、周辺諸国の反発を考慮して、ハンガリーでは三色旗を大っぴらに来散することがはばかられていたためであった。 かようにこの作品は、体制派にも、反体制派にも、自由主義者にも、民族主義者にも、それぞれが自分にとって都合が良い解釈ができる多義性を持っていた。そのことがこの作品が国民的な成功を収めることになった原因だと思われる。作曲者のセレーニ・レベンテと作詞者のブローディアーノ氏は、本作の執筆時点ですでに、ハンガリーの国民的ロックバンド、 医療手などで20人以上も共同作業を行っていた。セレーには登場人物の性格、役柄を音楽によって表現するという手法を用いた。そのため、本作の劇中歌は、グレゴリオ聖歌からハードロックまで非常に幅広いスタイルの作品が含まれている。イシュトバーンの抱く希望、恐れはメロディアスなポップミュージック調の歌で表されている一方、コッパーニュの力、 決断は、ロック調の歌で、表現されている。レイカはシンプルなフォークソング調の調べにより、普通の少女という性格が表現されている。レイカの歌は、有名な民謡歌手シェベシュチェーン・マールタによって歌われた。シェベシュチェーンは、映画、イングリッシュ・ペーシェントや、ハンガリーの代表的なフォーク音楽、グループ、ムジカーシュとの多くの共演により、国際的に知られている。 司祭や宣教師たちは劇中でグレゴリオ聖歌を歌う。第二幕でのイシュトバーンの大主張への選出や第四幕の戴冠式の場面における群衆の場面ではシンフォニー的な曲調により高揚感が表出されている。古い伝統から新しい時代への変化も音楽により表現されている。例えば葬儀の場面におけるハンガリーの民族音楽的な曲は途中から フレゴリオ聖歌、キリエ・エレーソンと混じり合い、最後には完全に消えて、キリエ・エレーソンのみの演奏になる部分などである。また、オープニングに、イシュトバーン王を題材にした、祝祭劇、シュテファン王、またはハンガリー最初の前世者に、ベートーベンが作曲した劇音楽から、序曲編補聴長が、エンディングに、ハンガリーの国歌、三章のエレキギターによる演奏が挿入されている。 このように幅広い音楽が演奏される本作は、上演に際してクラシックなオーケストラからロックバンドまでが必要となる大規模なものであった。作詞者のブローディ・ヤーノ氏は、ハンガリーを代表する作詞家として知られている。ブローディは、登場人物に多面的な性格づけを施し、物語を一方に偏って、単純に解釈することを困難にしている。特に主役のイシトバーンと、 コッパーニュは複雑な人物として描かれている。イシュトバーンは信仰に厚く自分の置かれた状況に苦しむハムレット的な人物であるが最後には決断を下す人物として描かれている。コッパーニュは自分の望むものを心得た情熱的な人物として描かれているが反乱を起こしたのは権力欲からではなくイシュトバーンがもたらす外来の信仰により 自分たち固有の古い伝統が破壊されるという恐れに突き動かされた結果であるとされている。また、プローディ自氏にユダヤ系であり、カトリック教会の描き方は明確な解釈が困難な微妙なものとなっている。そのため本作は昔からあったキリスト教主祭に対する批判とも伝統的な信仰を尊重しているようにもどちらにも解釈できるのである。 このような作品解釈の多面性により、本作を上演する際の舞台監督、演出家は、被災や宣教師に、どのような性格付けを行うか、自由に演出することが可能となっている。1984年にオリジナルキャストで映画化された際、この点では、中立的な描き方となっている。ありがとうございます。